こんにちは。演歌界の貴公子の異名を取り、今年9月には24枚目となるシングル「海峡ロマン」を発売した山内圭介さん。23作目となるシングル「心万華鏡」はオリコン週間シングルランキングで20周年記念曲「残照」と前作「誰に愛されても」の3位を上回る自己最高2位をマークしました。今回は最新情報に加え、山内さんがコンサート前に言っているある行動についてご紹介します。さらに11月9日に東京国際フォーラムで行われるコンサートツアー東京公演についても詳しくお伝えしていきます。みんなでコメント欄でやり取りをして盛り上がりましょう。今年40歳の節目を迎えた山内圭介さん、2023年は3月から長期にわたり全国でコンサートツアーを実施中です。10月26日には札幌でコンサートを開催。その時の模様をオフィシャルブログに綴っています。こんばんは。今日は札幌でコンサートでした。道内ツアー以来の金本ホールでしたので、懐かしさやあれから5ヶ月頑張ってきたなと、ファンの皆様の応援をいただきながら育ててきた心万華鏡を雪虫舞う季節に歌えたことを嬉しく思いました。海峡ロマンも北海道で歌うとさすがご当地であるので格別でした。さあ明日2日目も元気に歌いますので、全国の皆さんも応援よろしくお願いします。写真は雪虫ポーズと本日お誕生日の木村洋二さんとお撮りしました。63歳おめでとうございました。写真には楽しそうにポーズを決める山内さんの姿が。次の日も同じく札幌での公演、ブログには桜吹雪の中央に立つ山内さんが写っていました。2日目の札幌コンサートが終演を迎えました。全道からもたくさんのお客様が足を運んでくださいました。今頃お帰りの道中でしょうか。今回は久しぶりにオホーツクの船歌を選曲しました。2日間歌っていますと初期の道内ツアーの時代を思い出しました。歌はタイムマシーンですね。タイムカプセルを開けたら若返っちゃった。2日間満員御礼本当にありがとうございました。これから東京に帰ります。札幌での2日間の公演を終えた山内さん、今後は九州に渡り熊本福岡と続いていきます。10月3日コンサートツアーで茨城県水戸市を訪れた山内さんですが、その際に NHK 水戸局の取材を受けていました。ここからはそのインタビューの模様をお届けします。茨城水戸の印象はどうですか。印象はですね、今日は水戸市民会館、新しくできた会場だったので初めて来た水戸でのコンサートを思い出しましたね。すごく新鮮にね、歌を聴いていただけたのではないかなって、会館とともに生まれ変わったようなそんな発見があったステージでしたね。ご自身のことをライブアーティストとおっしゃっていますけれども、やっぱりライブは違いますか。今日の日だけにしか生まれない音楽を届けられること、一方的に自分が歌をステージからお届けするだけじゃなくて、幕が開いた時のお客様の反応であったり拍手ご声援がこのステージを作ってくれたりする、もうこの場所は僕にとっては唯一無二の場所ですね。歌い手は僕は旅人だと思うんですよね。今日は茨城に伺って大塚池公園を見た時の自分のこの生まれた気持ちをお届けしたいとか、偕楽園の梅の香りだとか、そういうものを旅をしないと味わえないんですよね。同じ出し物なんですけど、茨城の空気、今日のお天気、そしてお客様のあの反応が今日しか生まれないライブを作ってくださるんですよね。それが僕にとってはすごく病みつきな時間というか、歌い手であってよかったなって。山内さんはコンサートの前にあるものを書くと言います。未来日記っていうのをつけているんですけど、今日は水戸のお客さんが大変盛り上がってくださったって、もう過去形で書くんですよ。すごく僕も気持ちよく歌えたと、そういうのをやるようになって未来に近づけている感じがしています。
そして自分もこの2時間半、諦めずに、そういう風になるように、必死に命を込めて歌うっていうね。それだけに向かって、その一心になれるっていうのは、未来日記のおかげかなと。そこまで真摯に向き合ってこられた原動力は何なのでしょう。歌が好きだということですよね。年々強くなりますし、それを応援してくださるお客様と出会えていること、そのご期待に応えたいというね。もうこれは頑張れるんですよね。今年発売された心万華鏡はファンの熱い支持を得て、オリコン週間シングルランキング初登場トップ10入り。現在も着実に伸び続けています。心万華鏡を初めて受け取った時、山内さんはどのように感じたのでしょう。どんな自分の声が出るんだろうって、そういう面白みっていうか感じましたよね。命まっすぐ生きてみろってね。よくこういうフレーズを山内圭介に書いてくださったなと。だからこの詩を届ける責任、自分も命まっすぐに生きているかということを問われている。その作品と巡り会えたことは、自分の人生の歩み方が変わったなと思います。心万華鏡は山内さんの歌声の力強さ、繊細さ、激しさ、華やかさのすべてを詰め込み、万華鏡のように展開が変わる壮大なオーケストラに乗せて送る、まさにジャンルを超えた一曲。作曲編曲は NHK 連続テレビ小説ダンダンやスタジオジブリ映画思い出のマーニーなど、あまたくのドラマや映画の音楽を担当。2021年には音楽を担当した映画守られなかった者たちへで日本アカデミー賞において優秀音楽賞を受賞。ドラマ主題歌となった手島葵、ただいま楽曲提供など、各方面で活躍する作曲家村松貴嗣さんが担当しています。そんな一曲でヒットした山内さん、今後はどのような展望を抱いているのでしょうか。ステージで歌わせてもらっていて、これからがね、本当の演歌歌謡曲をお届けできるんじゃないかなって40になって思っているんですよ。お客様の中にも介護されてたりとか、ご病気を抱えていたりする方、いろいろな悩み不安を抱えながらね、コンサートに足を運んでもらっているっていうことに、今ね、改めて僕気づいている時だと思うんですね。そこで歌や自分のおしゃべりでね、少しでも救うことができたら、寄り添うことができたらって、そういう歌い手になりたいなと思っています。40歳を迎え、両親にマンションをプレゼントしたという山内さん、病気などの不安についても思うところがあったのかもしれません。これからも山内さんの歌声や魅力でたくさんのファンを元気づけてほしいですね。最後に、11月9日に行われる東京国際フォーラム公演についての情報をお伝えします。東京国際フォーラム公演は、春から行っていたコンサートツアーの集大成として、心万華鏡の作編曲家の村松貴嗣さん、 MV に出演したダンサーも参加するプレミアムなステージとなっており、ここでしか見られない歌唱シーンはファン必見とのこと。ダンサーの登場する心万華鏡のミュージックビデオは山内さんの YouTube チャンネルで見ることができます。この東京公演を今回、フジテレビ TWO ドラマ、アニメで、2024年2月に独占放送することが決定しました。これにより、東京国際フォーラムに足を運べない方でも、コンサートを楽しむことができます。この放送について、山内さん本人からコメントが届いていました。2023年も、日本全国をツアーで回りながら様々な楽曲を、歌ってまいりました。東京国際フォーラムホール A では、心万華鏡をはじめとしたオリジナル曲はもちろん、今年好評だったカバー曲をえりすぐって一夜限りのメニューにしました。40歳になり感じたことをステージで表現できるように頑張りますので、ぜひ番組をご覧になりながら、その思いを受け取っていただけたら嬉しいです。放送は来年2月となっています。見られる日が今から楽しみですね。
今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やコメントをよろしくお願いいたします。